朝食の前から飛んだイベントでした。でも少し楽しかったわ。少しですが旅行の醍醐味を味わえました。茶番だ。私はひとまず推理ができたので満足できました。みんなを騙すみたいなことしてごめんね。さて、朝食の前にお前らに言っておくことがある。どうしたんですか？軍用レーション、昨日の夜の分しか持ってきてなかった。備蓄の食料があると思ったんだけど、職員が退去するときに一緒に持って帰ったみたいだな。なら食事は抜きでキャンサーを殺しに行くぞ。待ってください。さすがに空腹状態で任務は危険ですよ。心配するな。この辺りには山菜やキノコが豊富にある。ハイキングがてら一回りすれば食料にはこと欠かないぞ。ハイキングではなくサバイバルでは。山菜などを集めたとして、その後の調理はどうするのですか？調味料なら残っているぞ。昨日の夜は塩舐めながら酒を飲んでいたからな。慰安旅行の朝食が自給自足なんて。仕方ありません、行きましょう。でも山菜とかキノコって素人が下手に手を出すのは危険じゃない？あ、毒味だったら僕に任せてよ。丈夫が取り柄だしさ。大丈夫です。大島家はこういう状況に慣れていますから。山菜の目利きは任せてください。名探偵である私も少なからず山菜の知識はありますよ。山菜を使っての食事は日本の伝統文化の一つ。私も力になれます。松茸取ってきてくれるか？贅沢言わないでください。それじゃあ、私はここで留守番してるから、山菜の調達頼んだぞ。え？あさみさんは来ないの？施設の周辺は少ないけどキャンサーがいるからな。私、戦えないし。まあ、お前たちなら問題ないレベルの奴らだ。朝食前の運動にちょうどいい。ですが、一人でここに残るというのも危険ではないですか？確かに。キャンサーが襲ってきたら大変よ。でもここはドームと同じキャンサー避けの外壁で囲われていますよね。ああ、だからここにいればキャンサーから襲われる心配はまずない。それでも不測の侵入の可能性がないわけでもありません。大丈夫。一応ここには通常兵器も備え付けてあるんだ。軍の施設だからな。キャンサー相手に通常兵器は有効だにはならないが、足止め程度はできる。非常時には通信を入れるなり発煙筒を焚くなりするから、私が足止めしている間に戻ってきてくれ。簡単に言いますね。できるやつにしか言わないさ。じゃ、松茸よろしく。なるべく施設からは離れない範囲で山菜を探しましょう。キャンサーは探さなくていいのか？まずは食料の確保を優先しましょう。キリュウさん、何か気をつけることはありますか？そうですね、私たちは即席の部隊です。なるべく声を多く掛け合いながら進みましょう。言葉は言霊、言わなければ通じないこともありますので。ありがとうございます。では皆さん、行きましょう。これは毒ダミですね。天ぷらにすると美味しいですね。これはわらびですね。天ぷらにすると美味しいですね。こっちにタンポポがあったよ。食べられるのか？葉と花の部分は天ぷら、茎はきんぴらにして食べる習慣があります。さすが詳しいですね。勉強になる。あ
とタンポポでコーヒーが作れますね。殺すぞ。やめません。コーヒーじゃないです。コーヒーみたいなものです。タンポポの根を焙煎して作るやつね。コーヒーの代用飲料として古くから飲まれているわ。ノンカフェインだから夜眠れなくなる心配もなくて、便秘や二日酔いにも効果があるの。勉強になるな。あそこのタンポポ綿毛がついてるわ。みんなでふーって飛ばして遊びましょう。さっきまでの知的な雰囲気はどこへ。これは松茸じゃない。いやいや、椎茸だよ。いえ、確かこれは毒キノコですね。昔食べてひどい目に遭いました。はい、ツキヨタケですね。毒があります。ウドを発見しました。天ぷらにすると美味しいですね。おい、天ぷらしかないぞ。山菜や野草は苦味や青臭さを取り除くために天ぷらにすることが多いんですよ。殺すぞ。すみません、他の調理方法もあります。カロリー控えます。さて、これだけ集めれば十分ですね。ヘルシーな食卓になりそうね。おい、施設の方から煙が出ているぞ。まさか銃声。皆さん急いで戻りましょう。ねえ、